はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は3月の14日、木曜日、時刻の方は9時44分です。ぴょぴょー。はい。そんなわけでね、今日のお話はね、イージーキャストイージーキャストのアップデートのお話になります。で、元気なおじいはね、あのー、まあ、ライブ配信。 のアプリをを使っっってて生ライブをねずっとやってましたでその時にどうしてもね iPhone5 とかで配信しててコメントがね見れないで困ったんだよねで元気なうちはステージアライブでねっともうどれぐらい前かな2年半ぐらい前かな、ね、あの新作配信になりませんかということで声かけられてねこれで、まあ、お仕事で始めたんだけれども その時にコメントが読めない。本当に。で、ーガスなんかもみんなそうだよね。あの、こんなに近づいて、こんなドアップでね、配信してる子も結構多いと思うんだけど、とにかくね、老眼だしね、四角で文字が見えない。でも、あの、遠くだともうなんか、天体にしか見えない。で、そこでミラーリング。 ね、何とかできないものかってことで、これであのイージーキャストとかね、アニーキャストとか、で今回おじいが持ってるのはミラースクリーン e、ね、全部中身はイージーキャストなんだけど、そこら辺をね、試しました。で、最初は、電波、 で飛ばすやつあの w i f i とか Bluetooth とかでそれで接続するタイプを買ったんだけどすぐ壊れるそして欠点としては、まあ、IP の設定できるんだけども、まあ、通常 w i f i とかあの接続するんだけども、まあ、自動で接続できるものは、まあ、簡単につながりやすかったりなんでかつながらなかったり、まあ、安定性はあんま良くないんだけれども Wi-Fi を使ってあのミラーリングするとインターネットが使えないんだよね。で、皆さんはあのキャリアの電波を使ってるから、キャリアの電波でインターネットをやりながら、Wi-Fi を使ってミラーリングをする。これが成立するんだけど、元気なうちの場合は、キャリアの種も契約してなかったので、だからね、Wi-Fi しか使えないんだよね。で、そのミラーリングが使えねえっていうことで、じゃあ次にどうしようかってなった時に、 あのまあ、2バージョンあるんだけどもね結局、まあ、こういうものを使うようになりましたでおじいはアンドロイドそのっ、ねえー、と購入してそれでそのアンドロイドもなんとかミラーリングで使いたくなったんだよねでなんとかね iPhone は iPhone 用アンドロイドはアンドロイド用で売ってたんだけど両方使えるものがないかっていうことでで元気なおじいはこのコード式とね あと、まあ、四角いあのボックス型とあるんだけど、その2種類持ってますで。共通して言えることは、出力は HDMI、これね。で、電源供給の USB と、あとこの入力がね、ここが結局 iOS、Android で分かれてるんじゃなくて、通常の USB の入力になってるんだね。今お使いのライトニングケーブルもしくは、 USB t y p e C なりタイプ B なり Android の主力でそれをあのそのまま充電するケーブルあるよねあのパソコンに下げたりするねそのケーブルを挿すだけでミラーリングができるっていう両対応のやつね安いですだいたいねえっともう今だいたい2000円台ぐらいで買えるねこれね2000円前後ぐらいで買えるよね安いものは本当に安い安いなら1000円ちょっとぐらいで買えるねでこういうやつの しょぼいやつを最初は思ってたけど、速攻で壊れた。で、このね、あのミラースクリーンも、うん、と今これラ、ライトはついたかなラ,ランプがもしかしてつかないかもしれない。ちょっとおじよく見てなかったんだけど、あの、非常にね、壊れやすいです。で、おじは、あの、しっかりしたボックスにあると思ってるんだけど、それは丈夫、ものすごく。で、こういうのはね、壊れやすいんで、使い者だと思って考えた方がいい。でね、 今回どうしてね、これの、まあ、アップデートに至ったかっていうと、実は前回ね、13.3インチのタッチモニターの、あのーまあ、案件をいただいて、で、紹介してました。その時に、あのー、古い iPhone5、ね、それはミラーリングできた。それで、V580、ね、これもね、あのミラーリングできたんだよ。ただ、 今、アンドロイド使っている、このユミデジの A3 Pro と、あと新しく購入した iPad、ね、2018年モデル。で、これが接続しても使えなかったんだよ。 であれ、もう新しいの使えないのかなってねってね、募書って言ったら、うんあのまあ、新しいのいろいろねあの、使えないよねって、そんな話をしてたんだよね、で今日朝からねな、なんとかならないものかなと思って、いろいろ調べてたんだよ、そしたら、イージーキャストはあのアップデートができるよっていうことでね、はははっは,はってことで、で iOS も11人アップデートしたらあの、こういうミラーリングができなくなったとかね、やっぱあのみんな悩んでる方が多かった。 そしたら結局、アップデートすればいいということでそのアップデート手順を調べるのにちょっとあの手まくったというかあの昔のブログになんかこう地域みたいな感じでそのねしっかり書いてくれてないんだよ手順とか写真とかで一体その手順どうなのとかあの文字ではしょって書いてあるからアップデートして使えるようになったとか。 だからそこの内容を知りたいんだよと思ったけどあんまりよくちょっとググってもねいいとこ出てこなかったんでもう面倒くせえなと思って <laughs> でとりあえずやるべきことの要点はねあのーまあ、これ、起動はするんでね画面は出てくるんで、まあ、とりあえず画面に従ってアップデートすればいいのかなとで要は Android の場合はデバッグモードねで Apple の場合はちゃんと使えるもの要は 認識できるものを使わないとダメなんでかっていうとあのインターネット回線を使うから要はアップデートしてないね。ダウンロードしなきゃならないからだから認識しないものをさしてもダメなんだよね認識する本体が仕様になりますでおじいな場合は V580 を使いました V580 を認識した状態で今度アプリが必要になるんであのアプリダウンロードしてでそのアプリ上の,あのアップデートってあるからそのアップデートを したそんだけのお話なんだよね。で、これね、あのー、アップデートのモードを持っていくときに、これ、モード切り替えなきゃなんないんだけど、ね、はい、あのー、SIM ピンが活躍した。<laughs> 太田さんの SIM ピンで、ね、これがね、大活躍。これがないとね、あのー、ちょっとアップデートできなかったからね、いや、SIM ピンありがたいね、本当。はい、そんなわけで、今現在、アップデートによって、 このユミデジ A3 Pro と iPad もちゃんと使えるようになりました。で、今回はね、おじいね、よいしょ、こちらの方のアップデート。いや、ちょっと成功するかどうか分かんなかったから、本当だったら、動画を撮りながらアップデートチャレンジするんだけど、思ったより簡単にできちゃったんで、あれって感じで、ちょっと表紙抜けするぐらい簡単だったので、 あ,のある程度手順を見てから1回撮ろうかなと思ったけど終わっちゃったんだよ、うっかり、簡単に。なので <laughs>、もう元に戻せないから、まあ、写真だけはところどころ撮っておいたんで、それで説明しようかなと思います。であともう1個ね、あのー、ボックス型の EG キャストがあって、もう今、入手困難なんだけど、楽天で売ってるかな。あのー えっと、1ピテックのやつね。それで、そのアップデートを同じようにやればいけるなって、ピッて思ったんだけど、それを動画で撮ろうかなと思ってるんだけど、40分ぐらい探したんだけど、ない。アップデートし成功した後に、じゃあ今度は動画で撮ろうと思って、探しまくってるんだけど、ない。数日前にあのミラーリングの動画撮ったよね。 この部屋にあるんだけど、どこ探してもない。40分探してもない。どこを探してもない。ということで、えっ、ー、と、また見つかり次第ね、そっちの動画を撮りたいと思います。もう、もう探すべきところは全て探してない。だからその原因が頭にないから、もう、あの、ないところをぐる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 何回も探しちゃうんだよ。あの、探し物を知るときっていうのは、あの、もう、 頭にあるとこ以外のとこにあるんだよね。でもここにあるはずだっていうことで何回も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 ぐる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 もうくたびれて時間が取りしきてはあってなるまで探す。これが探あのなくしたものを探すときなんだよね。だからね、あのもう見つからないときはもう放置をしておく。探さない。無駄なことはしない。これがね、一番だよっていうこと。もう昔ね、それ情報を見てあなるほどなーと思って。 ほったらかしい出ていけ、ね、の正直に取りたいと思います。はい、じゃあ、そんなわけでねえ、元気なおじいが今日、朝、ね、頑張って格闘していた、そのー、EasyCast ーーについてのね、このアップデート。アップデート自体は簡単にできたんだけど、とにかく一番苦労したのは、そのアップデートができるかどうかの、その情報だよね。 で、それに関して、で、あと、アマゾンで調べたのは、その、EasyCast ーーとか、a n ー c a s t とか、えっと、ミラー、なんだっけ、ミラースクリーンとかで検索をして、で、それがね、あの、どのバージョン以降に対応してるのかとか、そこら辺を調べてても、あの、出てこなかったんだよ。 で多分おそらく iOS とかそこら辺のアップデート時期には注意書きがあったかもしれないんだけど今はもうアップデート済みのやつを出荷してるから普通に使えるから、まあえて表記がないんじゃないかなと思うんだよねじゃあそんなわけでこちらの方をご覧ください。ティルリンはいえっ、ー、とこんな感じでね今ここに手元にあるミラースクリーンこれ e ージーキャストなんだけどもこうしてね V580 では普通に13.3インチのモニターでね、ミラーリングができております。ね、で、えっ、ー、とね、アップデートの方法なんだけども、あのまずね、この開発者向けオプションで USB デバッグモード、これをねあの、オンにしておく必要があります。で、あのここね、ここがあのイエローになってないから、要はあの、SIM ピンで。 ね、穴、の、ポチってこう押すと、あの、ここがね、この、なんて言うんだから、この、なんとかモードに入るんだよ、メンテナンスモードみたいな、ここ,こがピッとなって、あの、こ,こ,もこれがピッてつくんだよ、黄色になるんだよ、これが。最初はこれがないんだよ、こっちだけで。これがピッてつくんだよ、あ切り勝ったってね、これがちょっと楽しかったかな。ここ、ここに、この穴ね、ここに、はい、シムピンを刺す。 プチッと、ポチッと、あのボタンを押す。そうすると、ほら、ね、ここ今、イエローも消えたでしょこっちのモードにピッて切り替わるんだよ、これがね。それで、えっと、ま、このようにね、ま、アプリの案内があるんだけど、ま、これはあの、どっちでもいいや、これね。はい。それで、このモードになったら、このね、アップグレードしますかって、こう、 出てくるんだけどこの操作の仕方が最初分からなかったんだよ。これをどうやったら選択できるのかな。まあ、当然ながらあの13.31のモニタータッチパネルなんだけど、アンドロイドタッチに対応してないからね。ら画面タッチしてもあのできません。で、この画面がアンドロイドであの選択のあれが出てこないんだよね。あれあれあれってどうしたらいいのかなと思って、ね、悩んだんだよ。で 結局、アプリをダウンロードして、あの、使うっていうことをね、ちょっと頭にポッと浮かんで、で、途中でアプリをね、ダウンロードしました。結局ね、ここでね、最初悩んでたんだよ、実はね。それで、アプリをダウンロードして、そこから、あの、アップデートモード、ね、あの、起動すると、ま、画面はこうなってるんだよ。あの、ミラーリングの方はこうなってて、で、端末の方で、要は上下左右で OK ボタンがあって、 こうなんて言ったらいいの画面が違うんだよ。ミラーリングじゃなくて完全にこのメンテナンスモードに入ってるから操作,操作画面が V580 に出てきてでミラーリングしてる方のモニターではこの画面になるんだよね。で、この状態であのアップデートを、ね、選んでここね、それでこの OK ボタンを押す、ね。で、アップグレードをしますかで。 で、このボタンで、はいをここで選べるようになったんだよ。これかーっ,つってね。それで、あの普通にファームウェアのダウンロードができる。このダウンロードするときに、Wi-Fi につながってないとダウンロードできないからあの、認識できてないやつだとダメだよってことなんだね。はい。で、アップグレードして、ググググーンといってね。ググググーンで、で、終わる。そしたら、リセットがかかる。ポーンしてね。で、終わり。 終了、ね、で、このモードね、戻しても戻さなくても、そのままミラーリングで使えるんだけどもね。ほら。まあ、そんな感じで、弓デジ A3 Pro でも、このようにミラーリングがね、できるようになりました。もうコードを刺すだけで、そのままね、ミラーリングパッてこう、後ろになりました。ね、ほら。これが V580。こっちがね、あの弓デジの A3 Pro です。ね。Android、これ8.1。ね。もう全然ミラーリングできるようになりました。 で、はい。認識したかった iPad ね。ね iPad もちゃんとこのようにね表示するようになりました。ただ iPad16 対9じゃないんで、あのちょっと画面画面のお尻がこうだけどもね、まあ、比率を変えれば伸ばすこともできると思うんだけどね、うん、こんな感じで映ってます。はい。そんな中で、古い EasyCast ーーを持っている方は、アップデートをする。ね これによって対応することができます。ただ、アップデートする時の要注意としては、あの、この iOS とか Android とか端末ではね、これをアップデートしちゃって、EasyCast ーーで使えない、認識しないバージョンにアップデートしちゃったら、これのアップデートができないっていうことなんだよね。で、このアップデートができるんだよっていうことを知っていたら、先に、あの、 こっちの端末の方のアップデートをする前に EasyCast をアップデートしてから端末の方のアップデートをすれば OK なんだけどこの手順が逆だったりするとこれあの使えなくなっちゃうんだね結局ねなのでねああこれって重要だなと思って で、結局、じゃあ、どうしたらいいのって言うと、また、あの、アップデート済みのやつを買わなきゃなんないんだよね。そういう人はね。それか、古い端末、まあ、予備で持ってるか、友達に借りるかとかね。そうしないと、アップデートすることができない。まあ、そうだよね。で、パソコンにつないで、最初にできねえかなと思って、あの、いろいろやってみたんだけど、うん。あの、その前に、 あのダメだよね、使えないよね、パソコンのミラーリングにあの考えてないからね、これね。まあ、やろうと思えばできるのかな、まあ、パソコンを USB 出力のやつをここに入れれば、で、なんかでミラーリングしてやればいけるのかな、どうなのかな、ちょっと私よく分かんないけど、できないことはないと思うけど、ちょっと大変だよね。おじいが今回使ったのはこのミラースクリーンってやつ。 で元気なおじいの過去の動画にそのミラーリングで検索すると出るんだけど結構アクセスもらっていいの何百アクセスか見てくれてる人がいて EG キャストを買うんだったらもう、あのー、ここ入力が、ね、USB のやつを買わなきゃもったいないよだめだよっていうのを、ね、ずっと言ってたんだよね。なんでかっていうと特に iOS のやつなんかはあのライトニングケーブルあれアップデートするとほらすぐ対策されちゃったりもするしでライトニングケーブルほらすぐすり減っちゃうよねだからすぐに認識したくなっちゃうんだよで壊れやすいんだねすごくねだからねこの両対応してるやつでアルミボディでねちょっとここしっかりしてるやつを買った方が絶対に長持ちするよ で、両対応の方があの、いちいち使い分けしなくてもいいから便利だよっていうね、そういう説明の動画を過去にしあの作ってあるんでね、もし興味のある方がいたら、そっちも見てください。で、残念ながらねあの、これ買った業者さんはもうこれ扱ってないので、今見ると、でも売ってるけどね、このミラースクリーンとかね、イージーキャスト系、今多いよ、この USB のメスになってるやつ、前はね、あの、アンドロイド用、 あのタイプ B だから、うん、違うなえっ、ー、とねそうだね先っぽがタイプ B になっていのとライトニングケーブルかそれの2種類だったんだよでこの通常のタイプ A のメスっていうのが数が少なかったんだよでちょ,ちょっとだけねちょっと何百円か割高だったんだよでもちょっと割高だったらこれを買おうっつってねそうやってなんか確か作ってたような気がするでこれはね、あのー、おじいも いろんな e ーキャストを使ってみて最終的にたどり着いたのがこれだったんだよでこのねケーブルタイプのやつっていうのはあのこのこ LED がすぐにぶっ壊れる熱であの他の人の書き込みもあったと思うんだけどおじいの場合ずっと配信時間が長かったんでつけっぱなしが多かったんだよねだからね、うんまあ、そのせいもあるかもしれないけどすぐに もう数日であのプシンって切れちゃった。確かね。で、その後どうしたんだっかなもう。もう似たようなものを本当いくつか使ってるんでね。これはついたかな、つかなかったかな。ちょっと一回見てみないと分かんないんだけどね。多分しつかなかったと思うけどね、これもね。で、おじいは一番使えないのはこのちっちゃいどんぐりになってるやつね。電波ですかあれはね、使い物にならない。で、あと今、おじいがね、 Amazon で見てて、あ、これ良さそうだなと思うのはこれ、これと同じようなバージョンで、Wi-Fi も使えるってやつ。<laughs> あの、おじいみたいな環境だと、あのあまあ、今はモナシムがあるから全然 OK なんだけどね、あのこのユミデジの A3 Pro にモナシムが入ってるんで、インターネットはモナシムでやって、ミラーリングも Wi-Fi でやるっていうね、そういう使い方もできるんで、あのコードレスで、ね、接続することもできるんだよね。 なので、あ、それ、それもちょっといいなぁと思ってね、見てるのがあるんだよ。面白いでしょ、そういうのね。まあ、いろいろだよ。このミラーリングの世界っていうのはね、本当楽しい。で、今、とにかくびっくりするほど安い価格でもう買えるようになったっていうことなんだね。昔はね、ミラーリングっていうと、こんなあ iPhone の iPhone 使用のケーブルだけでもね、満タインしたんだよ。ほんと。 こんなん高いのとか、8000とか9000とか、こんなの買えないよとかね。そういう時代だったんだよね。今、本当にね、いいやつ買っても2000円ちょっとなんだよね。安いやつは1000円切ってるやつもあるからね。いや、いい時代になったね、ほんと。やっぱね、チャイナパワーでは、メイドインチャイナ、最強だよ。ほんとね。うん。はい。そんなわけで。あのー、イージーキャストのね、ボックスのやつ。で、 それはね、本当、もう壊れようがないっていうかね、あの、エジピテックのやつなんだけど、アマゾンだとね、あるのかな、もうちょっとそれ自体がもう製造してないんだけど、おじいはそれ1個持ってたら影響保存版かなと思うんだね。あの、アルミのボックスになってるんだよ。で、全部をケーブル、もうここら辺のこのケーブルを全部自分で刺すやつなんだけど、そのボックスの装置だけどね、あの、それなんでもう壊れようがないっていうね、中に基板しか入ってないから、 だ当時5,800円ぐらいしたじゃないかな、確かね。結構いいお値段なんだけど、こういうの何回か使ってるとすぐ壊れちゃうんで、こういうちっちゃいやつっていうのはね。それを思うと、長い目で見ればお得かな、みたいなね。そういうのがあります。また、見つかったら動画にしたいと思います。こういうカシェット系の話って興味あるのかな、今でもみんな。ね。ここら辺の情報って、昔はちょっとした裏技系で、 あのミラーリングねあの公式の高いやつじゃなくても普通にミラーリングができるじゃあどれが本物でどれが証物だなんとかキャストっていうのがいっぱい名前があるけど中身はみんなイージーキャストなんだよみんな同じなんだよ中身はあのパッケージの名前が違うだけなんだよでおじいもそのシリーズの,あの検証動画昔は何本も作ったんだけど画質が悪い時にでもあんまりね皆さん興味なかったんですその時代って。 おじいはライブ配信アプリ使ってるからミラーリングが必要だっていうことで迫られてたんだけど見てる人はそこまで必要性がないんだよね。であの大,きい大きいものであの見るっていうあんまりそういうあれがなかったんだねその時代っていうのはね。 だからね、まあ、時代もどんどん刻一刻と変化していくってことだよことで今のスマホなんてもう直接 HDMI 出力できたりなんいろいろできるんでしょ t タイプ C とかねかそういう時代になってきたんだよ、こういうものがだんだんいらなくなってきてるような気もするけどねおじいはでもこういうガジェット系っていうのはやっぱ大好きなんだよ。本当ね こう,あのこういうものでね、あのまた難しい話は分からないんだよ、また IP を設定してどうのこうのでやんと、お、うんちゃらくんちゃらとかってあるんだけど、なんか分かんないうちにつながって、分かんないうちに使いなくなって、うわー分かんないしっ,ってね、そこら辺の知識がある人だったら、簡単にぴょ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 ってできるんだけど、おじい、あのこういうの、メカ的なもの苦手なんだよね、うん、なもんで、まあ、楽しむ、あの簡単なことでもう四苦八苦しながら楽しむ、これがね、 ガジェットの好きな部分かなおじいはね、うん、もう訳は分かんないガジェッターですはいそんなわけで今日のお話はここまでミラーリングは楽しくアップデートをして最新な状態にすれば最新のねバージョンの Android iOS でもちゃんと対応できましたよというお話でした。ゃゃんじゃん そんなわけで、チャンネル登録もよろしくお願いします。暇つぶしになったらね、グッドボタン押してください。おじいでした。またねバイバイ